安藤真理子は、日本の政治家。茨城県土浦市長。元茨城県議会議員。元土浦市議会議員。茨城県土浦市桜町出身。父親は、土浦市議会議員を務めた、伊坂信幸。土浦市立土浦第二小学校。土浦市立土浦第一中学校。茨城県立土浦第二高等学校卒業。 1982年3月、成城短期大学教養学部英語専攻科卒業。同年4月、日産自動車に就職。本社経理部で税務を担当する。1985年、財団法人国際科学技術博覧会に勤務。1986年、大京に入社し秘書室に配属される。1999年、つくばケアサービス有限会社を設立。 2006年、高齢者介護施設と託児所を解消。2007年、土浦市議会議員に初当選。2014年12月に行われた、茨城県議会議員選挙の土浦市選挙区に、無所属で立候補し、順位3位で、初当選。民主党公認の女性新人候補は、時点で落選した。2018年の県議選は自由民主党公認で、立候補し再選。 2019年10月11日、人気満了に伴う土浦市長選挙に立候補する意向を表明。同年11月10日に行われた市長選挙は5000を目指す現職の中川清との一騎打ちとなった。市内の自民党の2つの地域支部は、中川安藤をそれぞれ推薦したため保守分裂選挙となるも、国民民主党の推薦と、 立憲民主党の支持を受けた中川を破り、初当選した。11月22日、市長に就任。当日有権者数、116,834人、最終投票率 37.、37.35%、安藤氏が市長になった後の常磐線土浦駅改札口の様子。天井付近の垂れ幕に、また来ようよ。土浦へ。と記載されている。 ありがとうございます。